えこんにちはえ今日はですね2月の15日今11時なんですけれどもおそらくですね配信できるのは12時半から1時ぐらいだと思いますえ皆さん昼オピの時間がやってまいりましたえ昼のオピニオンということで、まあ、私のですね意見をですね中心として言わせていただいております、えー、今日ですね取り上げてみたい記事はこちらです <laughs> NHK の政治マガジンというのはこれあのウェブで読めるんですけれどもこれ結構ねあの面白いことが書いてありますで今回この2月14日昨日なんですけれども昨日の記事がですねなかなか面白かったのでちょっと読んでみたいと思います「えー、立民・維新の連携に自民が待った3党の思惑は?と」という記事なんですねえっ、ー、と 立憲民主党と維新ってむちゃくちゃ仲悪いですよね。いつもなんか、あの、立憲民主党のことを、あの、維新が攻撃して、立憲民主党ギャーとかって言ってやってますけれども、最近その情勢が変わってきたんですね。ちょっと読んでみましょう。え、水と油とも評されてきた、立憲民主党と日本維新の会。え、ただ、こと国会においては連携が続いている。え、昨年、秋の臨時国会では、両党が主導する形で、与野党協議を重ね、 旧統一教会の被害者救済を図る法律が成立し野党主導の国会運営とも言われたえ。まあ、この旧統一教会の問題についてですね、まあ、本当、今になってもうそろそろ皆さんどうですかもうなんか、あれあ、なんであんなに統一教会の問題盛り上がってたんだろうっていうふうに不思議に思えませんかあのね、日本のマスメディアとか見てるとですね、で、マスメディアが作るんですけど、で、 それに国民が動かされてですね。なんか瞬間的にもう,うわ。あっとね。興味関心がもうそこにだけ集中するっていう期間がありますで、それはまさに統一協会だったわけです。けれどもで、じゃあなんか問題はなく解決したのと言うと別に解決してないんですけれども。でももうなんか今。今あ,あれも統一協会。これも統一協会。と 私までですね統一教会とかなんか言われてですね冗談じゃないよという話なんですけれどもそもそもですね私はねそのキリスト教自体を信仰してないんだからだからそのなんかそのキリスト教のまあ一種のですね、えー、分派というか、まあ、異端と言いますかねである、えー、その統一教会にですね私が興味関心を抱くはずがないんですね。でそれなのになにんでね。 家族を大切にする奴はみんな統一協会だとかですね。むちゃくちゃな理論ですよ。保守系の人って基本的に家族のことを大事にするでしょで、それをね、まあ統一協会の理論の中にそういうのがあるのかもわからんですけれどもだ、だからといってね、保守系は全部統一協会だっていうのはあまりにね、粗雑な議論だった。 だけれどもその統一教会を見つけ出せともう,もうこれほらあいつもそうだろうこいつもそうだろうともうね本当に「大阪ラプソディー」みたいな感じでしたよねあ「あの人もこの人も」みたいな感じで「ああこれも統一教会あれも統一教会」とやってましたけどねあれあの騒ぎどこに行っちゃったのっていう感じがするぐらいですがまあここでですね維新と立憲はですね共闘してたんですねで。こうした野党ベースに 野党ペースに危機感を募らせる与党自民党は維新に接近する動きを見せる。統一地方選挙や衆院選補欠選挙が迫り、衆議院の解散・総選挙の足音も少しずつ聞こえ始めた通常国会で三角関係はどうなるのかということなんですね。衆院の解散は、まあ私のですね、あの、ね、あの昔なんかありましたよね、なんか占い師のおばさん、え細木和子さんでしたっけ。 ズバリ言うわよとかなんか言うのやってましたけど、ズバリ言いますとですね、私は今年選挙があると思います。で、まあそれはね、あの、なぜかと言ったら、まあ足元を聞こえず、始めたって言ってます。私はやっぱりね、まあ今年か遅くともですね、来年の頭ですよね、にあるだろうというふうに見てます。なぜか。それはですね、やっぱりあの、岸田総理はあ自分自身で、 選挙を打ちたいいとと思思っててるるタイミングを見ていると思いますそれはなぜかというとです、ね、前の、ね、菅元総理前総理はです、ね、解散・総選挙できなかったわけですよできないまま退陣になったこうぐーっとねなってしまったで他にもです、ね、例えば麻生総理の時なんかを見ているとやっぱこれも,です、ね、なんかもう支持率高くなるのを待とうと思っていたらです、ね、やっぱり時間切れになって最後もう都議選で負けた後に解散するっていうねもう本当に大変なことになったわけですね。 そういうのを見てるとですね、いや、どん詰まりになるのは避けたいというふうに岸田総理は思ってるはずなんですね。で、それはやっぱり一番うまくやってたのは安倍元総理ですよ。安倍元総理が何がうまいって、それはですね、解散・総選挙のタイミングがうまいんですよ。で、ないだろうなと思ってる時に、パーンとこうね、当ててくるというのをですね、やっぱこれはね、やっぱ大したもんだなというふうに思いました。私結構 こうですね、私はあの政局があの当たるとというふうにあの自負してるんですけれども、結局ね政局がわかる政治学者って本当少ないですよ。もうみんなですねあのなんか何それみたいな感じで、まあ現実政治についてねほとんど言えない人が多いんですが、であるいはトンチンカンだね、おとゆってるんですね。あのいや反ンチン島はいいんですよ。サメやら反チン党は文明の衝突を書いた人。トンチンカンなのは山口二郎氏ですよね。 だか,らえー、だからこういうとんちんかの人とかばっかりいるわけなんですが私がねやっぱああ政治家ってさすがだなと思ったのはあの昨日たまたまねあのお会いすることになりましたけれども、えー、新潟のですね鷲尾、えー、英一郎代議士と会った時にですねでこの鷲尾代議士 いいろんな話してる最中で,です、ね、いや衆院総選挙もう近いっていう話を、ね、以前されたことあるんですよ。で私はね何を言ってんだろうと私はそれはないんじゃないかというふうに思ってたんですけれどもいや彼はですねいやいやありますよと安倍政権はこれ仕掛けますと。なぜなら当時まだあ彼はあ民進党で無所属になってたのかなその時だったかど,ど,ど,どっちかあちょっと覚えてないですけれども。 補欠選挙だけでやったら、これは自民党が負けますと。だから、補欠選挙の負けを見せないためには、 全体で解散しちゃうんだというようなことをねおっしゃってて本当にその通りのタイミングになりましたおおやるなあというふうに思いましたね私はあのだから尊敬してますよやっぱこの「政局を読むのが鋭いですねえこ,こういうのってやっぱりねできる人できない人っているんですよあの高尚なことは言えてもね政局めちゃくちゃ弱い人とかねなんか政局強そうな顔して政局弱い人一番代表例亀井静香さんですけどねえとかね見てるとあのもうすっとんきょうなことばっかり言うんですよねだけどやっぱりね見てる人は見てるんです で私は今年総選挙があるというふうに思いますですからこの立憲と維新と自民とのこのつながりはですねきちんと総選挙統一地方選挙が4月にありますから統一地方選挙はどうなるかそして総選挙はどうなるかまでですね含めて見る必要があるというふうに思いますただ単に国会だけの話じゃないというふうに思いますでじゃあどうなるか え同性婚をめぐる差別的な発言で総理大臣秘書官が更迭され LGBT の人たちへの理解を増進する議員立法の行方が通常国会の焦点の一つに急浮上していた2月8日。 私は、ねまあ、これまずそもそも言っておきますとねこの理解増進するとかですね議員立法って言ってますけどこれ極めて慎重にやっていただきたいというふうに思うます。なぜかということはね私と松浦あ大吾先生のですね対談の中でルール,ル申し上げましたけど特にですね LGBT のトランスというものをですねどのように定義するのかということによってこれ大きくですね社会の在り方が変わります。 ですから社会の根幹をね、こう、が揺るぐようなですね、揺るがすようなね、ことになるならば、それはやっぱり相当慎重にでなるべくですね、あのその穏やかにですね、このゆっくりと変革していくためにはですね、私はこれ、早急なこの法案というのはですね、ちょっと無理があるだろうというふうに考えてます。で、2月8日、立憲民主党国会対策委員長の安住淳と、 あの、ちびっこギャングっていう人ですね。日本維新の会国対委員長の遠藤は国会内で顔を突き合わせていた。会談では理解増進法を議員立法として速やかに国会に提出し、成立させる方針で一致。自民公明両党や他の野党には働きかけていくことも確認した。この通常国会も両党、つまり立憲と維新がリードして国会運営を進める。そんな決意が垣間見えた。 えー、安住と遠藤が思い,浮かぶのがあ思い描くのが去年秋の臨時国会の再来だ当時の最大の焦点は旧統一教会の被害者救済を図る法案の取り扱いだったが臨時国会からスタートさせた立民維新の連携をベースにタッグを組んで政府与党に早期成立を迫った、まあ、これ事実早期成立を迫ってましたねでその結果政府提出法案としては異例の えー、これ異例なんですね事前の与野党協議というプロセスを経て野党の主張も盛り込まれる形で法案は法律は成立、えー、各種の世論調査で立民と維新の政党支持率が伸び悩む中にあっても永田町界隈では野党主導の国会運営とも称されたつまりですねここポイント結構ついてると思いますけれども。 支持率は上がってないんですよだから野党があこれずっとやったねというふうに苦労と受けは良かったんですけれども国民から見てるとですねんって何なののとといいううふうに思思われてるのも事実だと思います大きな手応えを感じた両党は今年の通常国会でも連携継続を確認し防衛費増額に伴う政府の増税方針には反対という共通項で政府与党を追及していくことになった。 まあここねねどうなんですかねあの増税方針とまあこれいきなりね増税って出てきたからまあ国民としてもびっくりしているわけですよねですからやっぱり増税より前にやるべきことあるでしょうとそれはまたその通りだと思うんですけれどもまあ基本的にですね防衛支出がですねもう大幅に増えるということになるならばじゃあどこからそれを持ってくるのかという例えばえ言われているのはですねふるさと納税の形でえ防衛 省のですねところでできるようにするとかですねあるいは防衛サイトこいうものを作るということで景気をですね悪くしないようにしながら増税によって景気が冷え込むということでそれを避けながらですねただしい防衛費は増やさなくちゃいけないとまあいうところでまあ知恵を絞っている段階ですねだがこれは知恵を絞っているように見えなかったのでやっぱり岸田総理の発言に対してですね大きなこの不満というかですね批判があ浴びさせられたというふうに見てます。 以前は公然と批判し合うなど、県営の中でもあった両党が、どうして連携を深めることになったのか。その大きな要因の一つは、立憲民主党の危機感だ。おととし11月に泉健太を代表に選出してからも、野党第一党でありながら、野党の大きな塊を作ることができないでいた。提案型野党を掲げて、与党に論戦を挑んだものの、去年の参院選挙では、改選前から議席を6つ減らし、 比例代表の票票では維新を100万票余り下回ったこれポイントなんですよ。この間の参院選挙のポイントはですね、維新の方が比例で、立憲より多かったというところなんですね。えつまりま、それだけですね、このなんか、もう立憲民主党は相手にされてないんですね。だからもう、ほとんどですね、立憲民主党っていうのは、 小田一政状態なんですよねもう終わりだねみたいな感じでなってる政党だと私は見てますけれどもまあ提案型野党って言ってもですねどうせその提案自体もくだらないんだろうとどうせ立憲民主党だろうとどうせ伸びたのどうせ伸びたのくせに生意気だみたいな感じになってるわけですよね立民のくせに生意気だということですよね、まあ、その気持ちよく分かります。でだからまあ危機意識を持ってるのは事実なんですね。で 党制の立て直しに向けて、泉が,泉が頼り、寄用したのが、かつての民主党政権誕生までの軌跡を知る、幹事長の岡田克也であり、国対委員長の安住であった。 またこの人たち出てきたのかっていうふうに思うんですけれどもやっぱり一度ですね岡田さんなんかは副総理もやってるんですね確かねですからまあ権力の中枢にいた国対委員長の安住さんも財務省だとかなやってますから権力のつ中枢にいたことがある人ですねでそういう人たちを頼るという知恵を借りるとまあこれはね悪いことではありませんただまあその人たちの知恵がですね本当にまともな知恵なのかどうかこれは知りませんよ やっっぱり変わってきますから、ね、で、えー、岡田安住には野党が一つの大きな塊にならなければ巨大与党に対峙できないという思いがあったこれはですねその通りなんです。で,でだけどね票っていうのはですね 大きな塊作ると増えてくる票もあるんですけど逃げてくる票もあるんですね特にですね日本の中であのこの民主党とかそういった人たちがですね民進党でも何でもいいんですけど要するに立憲民主党もそうなんですけれども共産党と組みましたよねで共産党と組むっていうのはあのこれ最悪なんですよ最悪なのはなぜかって言ったらこの間の何回も私もこの動画の中でも申し上げている通り共産党っていうのはですね普通の政党じゃないんですよ。 えつまり二件をね何か言うと党首公選制にしてくださいというふうに言っただけでこれは文化活動だ除名だというそういう政党なんですよね。 で、こういうね、言論の自由とか表現の自由とかっていうものがですね、えー、十分に保障されてない、えー、極めて異端な政党である共産党と組むとね、やっぱ逃げていく票っていうのはブワーッとあるわけですよ。で、そこがね、分かってない。つまり、いいんだというふうに言って、共産党だっていいんだと。ね、これが、えー、ね、だからさっきもっ申し上げた、ハンチントンではならぬトンチン感なですね、政治学者がですね、なんか市民連合だとか言ってですね、野党共闘で大きな塊を作ろうとかなんか言って、で、 大失敗したわけですよ。で、その挙句今になってね、えー、次郎氏は何言ってるかと、共産党には常識がないとか言ってる。常識がないって分かっているような組織とですね、手を結んでるあなたも非常識だというわけですね。あのつれづれぐさの中にこんな話ありますよね。健康奉仕のつれづれぐさですけれども、狂人のね、まあ、ねあの狂った人、狂人、狂人の真似をすると言って。 強人のようにですね、大通りをでうわあとかね、うわあとか走り始めて規制を上げて、うわあお前人間じゃない,いただけだろとかなんか言ってたらですね、これも強人だということです。まあその通りだろうというふうに思いますね。まああのあなたたちって一体何なのというふうに思いますますが、えー、大きな塊作らなければ、えー、与党に勝てないというこれはね一方の真実ではあります。で、えー、その ためにはですね、えー、ただあの政策とかねじゃあ全部捨ててくのとああいう話になってきてそこら辺をすり合わせたりだとかですねいう作業っていうのは非常に大事になってきますけれども小選挙区制度を導入してる以上ですねやっぱりこれあの野党が分裂していたら負けますよそれはだけど共産党は別とこの見識がなくちゃいけないで、えー、これがですね、えー、老練な政治手腕で維新と連携して国会対応にあたる路線への転換に踏み切り 旧統一協会の被害者救済法の成立という実績にもつながった党内からは今の路線を支持する声が上がる党内のリベラル派は大事だが大切だが中道にもウイングを広げていかなければ党への支持は広がらないまあこれはその通りです要するにですねあのこの立憲民主党の間違いっていうのはですね民主党の間違いでもあるんですけれどもあのゲアしましたね一旦でこれは鳩山政権から始まって民主党悪夢のような民主党政権できたゲアしましたここまではね、 あのよくあることなんです、それはね、政権一回取っても、それはあの放築されることはあります、でもね、その時普通はどうするかっていったら、二大政党制を目指すんであるならば、自民党の良い部分をですね、どん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 取っちゃうと、で自民党と、えー、この、なんていうのかな、安全保障の問題とか、ほとんど違いがないというので、いいんです、それで。全く違う路線に舵を切ろうとしたのがあ、民進党だったんです、立憲民主党なんです。要するに 共産党ずていくんじゃえいというふうな方向にだから今までね、まあ、左ですよ。左だけど、ややね、この、右と言える人もいたわけです。例えば、え長島昭久先生とかですね、松井浩二先生とかですね、北上慶郎先生とかね、そういう人たちいたんですけれども、もう、イエーと言って、うわーと左にね、寄っていった。これが、あの、誤りの、あの、初めなんですよ。つまり、 集団的自衛権の問題でだからこれを立て直さなくちゃいけないというふうに言ってるんですけれどもでもですねなかなか難しいだから中道にもウイングを広げていきたいというこれ本音だと私は思いますえさらに立憲民主党は国会での連携の先まで見据えているように見える維新との関係をあくまで政策別の国会内共闘だと言い続けてきた安住の発言に変化が現れた 選挙での野党共闘も視野にあるとほのめかすようになった。国会ではまず味方をかき集めて戦うしかない。そこでいろいろな政党と一致点を見出し、非自民の大きな枠組みを作って選挙に、えー、臨みたいあ。挑みたいですね。ごめんなさい。選挙区ごとに住み分けをすれば政権交代も夢ではないと。 まだこんなこと言ってるんですね。次の選挙で政権交代。夢の中へ、夢の中へ、みたいな感じで、もう本当に政権交代は夢ではないっていうのが、あの、夢の中のセリフにしか聞こえないのは、私の耳が悪いのでしょうか。安住に近い関係者も選挙協力への期待を隠さない。維新との連携は全部選挙のためにやってんだよ。さらに、党幹部の一人からこんな声も漏れる。維新がこれまでに勝っている小選挙区に、 立憲民主党が候補者を擁立することは本当に現実的なのか維新の現職がいる小選挙区への候補者擁立を見送ってでも協力を進めたいそんな覚悟もにじむつまりですね小選挙区にやっぱ候補者立てないと比例票減るんですよ。やっぱり やっぱりどうしてもね、この人に入れたんならその人と同じ政党に入れようっていうのがね、やっぱり人間としてありますよね。自民党の、小選挙区では自民党に入れて、だから比例でも自民党に入れようと。だから、維新に入れたから、候補者維新に入れたからやっぱり維新に入れようっていう人多いと思うんですよね。なかなかこれをね、分けるっていう人は珍しいですよね。なかなかね、あの、この、いや、小選挙区は自民。いや、比例は立民とかね、なかなかこういう人いないというふうに思いますね。で、 ですから、まあ、これはねあの、小選挙区に立てないというのは結構厳しい判断だと私は思いますね。ただし、維新が勝っている選挙区に立民があの候補者擁立しても勝てるかと言ったら勝てない。で、逆に言ったらですね、立民と維新が争って、ですねこの自民が勝っちゃうんじゃないかと、こういう可能性だってありますよね。だから、その辺の戦略がすごく難しくなってくるわけです。で、一方の維新。 次の衆院選挙で野党第一党になることを目標に掲げており、自民党に代わり得る勢力としての存在感を高めることに躍起だ。国会での立民との連携継続はその手段の一つにしたいという思惑があった。しかし、代表の馬場には迷いもあった。立憲と連携がスタートして4ヶ月余り、この間、馬場を筆頭に維新の幹部は断るごとに、選挙協力は一切しないと強調してきた。 馬場自身は国会対応で一定の手応えを感じていたが、維新部の内部では、地方議員を中心に政策面で主張が異なる、立民に対するアレルギーは根強く、連携の継続に対して不安視する声が上がっていた。これはね、やっぱりね、その地方議員の言ってることの方が、あ私は正しいと思いますねえ。そもそもですね、自治労とかね、そういったところにですね、支持されている立憲民主党が、本当に、えー、このなんか、改革とかできるんかとは。 ということはねやっぱり維新の真面目にですね地方議員やってる人であれば誰もが考えるはずなわけですね。この人たちって自民党より考え方は遠いでしょうとだっていつもこの人たちがおかしなことばっかり言ってるから地方でも迷惑してるんだという人たちなんですそれが国会ではね国会の間だけだと言いながら手を結んでるわけですよがっつりねちょっとこれ地方議員に対する裏切りじゃないのという声がまあ上がってるわけですよ。 特に懸念されたのが選挙のための野合批判だ。4月の統一地方選挙では、党の拠点である大阪でも、党、府知事選挙や市長選挙、地方議会の選挙が控えている。全国で600人の地方議員を誕生させられなければ代表を辞任すると明言している馬場にとって、選挙協力を見据えた連携と受け止られることには、党の支持者の離反につながり、致命傷になりかねない。まあ、これは本当その通りでしょう。 例えばですね、まあ、ただ、府知事選挙、市長選挙に関しては、ですねやっぱこういうですねこの医師にとってもピンチなんですけれども、そこでですね自民党はですね全くね検討違いのことをやり始めました、これ、あの自民党はあの推薦とか公認出していませんけれども、事実上、ですねあの谷口というです、ね、なんかおばちゃん党とかなんかを作っていたあの人ですね、反安倍の、もう安倍総理の悪口ばっかり言ってるね。 あのサンデーモーニングだから最低モーニングだから知りませんけれどもあれに出てた方がですね 知事候補として出て出くるわけです、すこれを水面下で自民党を応援するという話ですよね。で、こんなことをですね、やっていたらですね、これはやっぱり維新にとっては嬉しくてしょうがないですよね。ああ、よかった、やっとだというあの、ようやくねあの、アホが出てきたということでもう面倒くさくないよと、選挙勝つのは当然でしょうというふうに、もう今、楽勝モードになってるんじゃないですかね。吉村知事がですね、ああ、もうこれはよかったよかった、もう誰が来るかなと思って、変な、なんか強いの来たら嫌だなと思ってたら、ああ、あの人かと。 あ,あ大丈夫大丈夫よかったよかったというふうに今頃喜んでる私ね,ねうがった見方をするともう自民党の中に維新のスパイでもいるんじゃないかというふうにね思えるぐらい、ね、アホな選択ですねまあこれで勝てるもんなら勝ってみなっていう感じですよねもう私だって入れませんよ私大阪府民ですけどね大阪府民の中で多いですよ保守系の人こいつには入れたくないっていうでそうすると維新に入れるんですよ だから,自分でだからこの今、維新が悩んでいるのは、立憲と協力選挙協力すると、えー、これ、自分たちの元のです、ね、支持者が離れてしまうんじゃないかこれ、字でやっているのがあの大阪の自民党ですよ。大阪の自民党は自分たちで自分たちの支持者をですねもう出てってくれみたいなことをやっているわけですね。で、ああ、もうなんか、ご愁傷様としか言いようがないぐらい悲しいですね。大阪の自民党はほぼもう終了でしょう。 でえー、さらにですね「馬場の懸念を背景に一計を案じたのが交渉役を務める遠藤だった」「通常国会に先立つ安住との会談で立憲民主・維新双方が考え方が一致するテーマで連携を進めるだけでなく隔たりのある憲法や安全保障エネルギーなどについて議論する機会を設けようと提案した」さらに、 遠藤はこの提案を受け入れなければ全ての連携は白紙に戻すと迫ったのに対し安住はその場で幹事長と電話で協議し議論自体は良いことだとしてその提案を受け入れたそうですねもうなかなか覚悟ありますよねもう連携してたんだけど全部なくしてもいいと。ただ議論をしっかりやろうというふうに言ったわけですね議論をしっかりやろうという、ね、この言い方はね、えー、非常に遠藤さん巧みですねこれは、えー、いい表現だと思いますね そうするとこれ断ったらですね議論すら彼らは拒否したというふうに言えますからね。で維新の幹部はこううそぶいた政権政党を目指している以上国家の基本政策で一致できない政党同士が手を結び続けることはできない議論が進んでいけば立憲民主党との関係が深まるのか切れるのかおのずとはっきりしてくるだろう、まあ、切れると言いたいわけですよねえ。水と油とも評される政党同士のこと互いの考え方が表面化するケースはすでに出ている2月8日 去年1年間過去にない頻度で開催された衆院の憲法審査会憲法審査会はこれね立憲とかねもう出席しないとこようであるわけです立憲は新年度予算案の審議中は開催しないのが原則だと主張し審査会の開催などを協議する与野党の懇親会を欠席した審査会で維新は自民公明両党や国民民主党などとともにこれまで議論してきた緊急事態の対応などについて 今の国会での意見集約を目指している。ただ、立民は党内で一定の勢力を持つ五憲派。もうこれ五憲派っていうふうに書くから分かりにくいんですよ。まあ五憲派じゃなくてですね、これは左翼です。簡単に言ったならば。憲法9条、憲法9条、平和憲法、平和憲法と。あの、憲法心理教とかですね、そういうふうに言ってもいいかもしれない。支援団体に向けて改革議論に慎重な姿勢を示す必要があった。こうした対応に馬場は強く反発した。 立民はまたサボり癖が出ている憲法改正は我が党の党勢の一つである D 協調関係に暗雲が垂れ込めてくるこれに対し立民のベテラン議員は背景をこう解説する馬場発言は立憲民主・維新の連携路線に否定的な維新の支持者向けに良いアピールになったのではないか立憲民主党の懇談会への欠席は互いの理解が一致していて全て織り込み済みだ,み済みだそれが政治なんだよこれはなかなか面白いですね要するに 維新はこれに絶対立憲がこの憲法改正にですね否定的なことをやったらそれを突き放すわけです突き放すことによって維新の支持者を固めるわけですでも立憲はですね立憲で自分たちは憲法改正をさせないんだということで自分たちのその左翼のですね支持を固めるんだということでお互いここは表向き喧嘩しといた方があの支持を得られると、まあ、こういう計算ですね。 一方で維新の幹部から本音がこぼれる結局これが、えー、立憲民主の本来の姿で俺たちはいつでもさよならできるそもそもこの連携は自民の情報を引き出すための策なんだからと自民党から実は維新は立憲と今付き合ってるふりしてるのはこれは維新が自民から 何かを取るためなんだだからまあこういうことですね簡単に言って立憲ずっと近いぞというふうにやったら自民党はあやばいやばいやばいというふうに思うわけですえっとこれなんとか分断しなくちゃいけないなとじゃあ維新おいでおいでと立民においでというわけがないですからねえ維新おいでと、えー、こ,れこれあげるあれあげるとプレゼント攻撃しかけるそのプレゼントもらおうと、まあ、こういうことですねで自民党はどうか通常国会の召集を5日後に控えた1月18日幹事長の茂木は大阪にいた。 2025年の大阪・関西万博の会場を視察するためだったが茂木自身万博に強い思い入れがあるわけではないなかなか露骨に書かれてますね。本当ののの目的は万博をを推進すするる維新とと距離の近さをアピールすることにあった会場視察には前代表で大阪市長の松井一郎と共同代表を務める大阪府知事の吉村が同行。 夜には吉村との会食も実現し多くのメディアがその様子を伝えたつまり大阪に万博で行きますと言ってるけど万博なんかあんの興味ないとど,どうだってこのどうだっていいんだ何万博いつだっけえっ2000何年 ?25 あっ o k いいんだいいんだとそれもどうだっていいんだよそんもどうでもいいからもう適当に大阪の人にやらせとけと俺が目的なのは維新だとこういうことですね自民は安倍政権とそれに続く菅政権の時代 維新の代表を務めた橋本徹や松井と非常に近い関係を維持していたしかし岸田政権となり一旦そのパイプは途切れたかのように見えたそれが再び維新との距離を縮めようとしている茂木は去年の後半から維新の部幹部との会食を重ねている立憲民主維新が国会での連携をスタートした時期とも重なるまあだから自民党の茂木幹事長もですねやっぱり維新とこうつながってないとまずいんじゃないかとこういうふうになってる。 自民党幹部の一人は背景をこう解説する。立民と維新の縁を切らせないといけない。個別の政策の協力までは止められないが、臨時国会のようにあらゆるテーマで共闘されると自民は苦しい。両党を分断してしまえば国会,へ国会運営は楽になる。 1>, 1月17日。まあ、これ重要ですよね。要するに、両方何でも反対してくるのが2ついるとめんどくさいから、これ間切っちゃえということですね。茂木は、ババラ、維新の幹部と会談し、通常国会では、憲法改正など3分野の政策議論を両党で進めていくことを確認。さらに、維新が強く求める、え、調査研究広報滞在費、旧文通費の使い道の公開も含め、国会改革をめぐっても議論を前に進めようとしている。 別の自民党幹部はこうも語る。維新は自民にもいい顔し、立民にもいい顔する。信用できる政党ではないが、政党とは本来そういうものだ。それを理解した上で上手にお付き合いしていけばいい。大事なことでは野党勢力を結集させないことだ。と。 まあこれ面白いですねだから維新というのはですね本当にあにお客さんによってですねこうあの銀座のホステスと同じようにですね要するにこのお客さん来たらそっちの人に話し合わせるわけですよでこっちが来たらこっちからもう話し合わせて両方からお金は取るわけですよねであ,あプレゼント頂戴プレゼント頂戴というふうにやるわけですねちなみにですねなんかこの聞いたことありますけどねあの賢い銀座のホステスっていうのはですねあのクリスマスプレゼントにね あの全員のね客に同じものをくれって言うらしいですよ。要するに例えばですね、なんかえじゃあルイヴィトンのバッグとかちょうだいというふうに言うんですよね。でルイヴィトンのバッグみんな同じものをくれるわけです。1個だけ残して全部売っちゃってもですね、それあのあこれあなたからもらいました。これあなたからもらいましたと誰どの客に対してもですねあもうありがとうございます。ありがとうございますというふうに言えるからこれは賢いという話聞いたことありますけどね。だからあの辺の何て言うんですか。 シチみたいなのはあのそういうバッグで溢れてるんじゃないですかねわかりませんけどクリスマス界隈ですねちょっとぼっちなんかしたら楽しいかもしれないですよね同じバッグをこの人五つも持ってきたとかねあ,ああというふうな感じにしますよねまあそんな銀座のホステスですねえこれで三角関係はどこへ四月には統一地方選挙が控える中四つの小選挙区で衆院の補選も行われるこのうち千葉五区の補欠選挙をめぐっては 立民代表の泉が維新に対して候補者調整に向けた予備選挙を提案した。馬場から即座に拒否されたものの、立民は宗派を送り続けている。野党が乱立したら自民を利するだけだという危機感からだ。大きな野党として存在感を示したい立民と、是正票を評判する維新、そして野党分断を格索する自民、衆議院の解散総選挙の足音も少しずつ聞こえてくる中、6月21日までの通常国会で、 立民市の連携はどのような結果をもたらすのかそれぞれの思惑が交錯する三角関係の行方から目が離せない。 これは面白い記事です。ですから、本当にどういうことをやっていくのかですね、私もあの注目して、なんか、あこれはという動きがあったらですね、この動画で、岩立市チャンネルでですね、ぜひとも解説させていただきたいというふうに思います。えー、まあ今日はですね、昼をピーにして、ちょっと長いこのニュースになってしまいましたけれども、これね、維新の動き、これから注目する必要があります。で、大阪についてはですね、もう維新が圧倒的に強いですよ、これは本当に。まあ、自民が弱いんです。まあ で戦略もななってないですもうどうしようもないっていうかねもうなんか負け負け続けて負け続けてですねなんかどん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 おかしな方向に行き、えー、まくってるっていうそういう感じですね瞑想に次ぐ瞑想それが大阪の自民ではないでしょうか勝てる見込みないと思いますねあのいやもう本当にまた衆議院選挙総選挙やっても全滅じゃないかなという気が私はしてますけれどもね、えー、まあ,あ それは致しし方ないでしょう自分たちの戦略が招いた失敗ですからねこれは何とも言い難いというふうに私は見えます。 ええ、そんな形で、あそれでですね、最後になりますけれども、えっ、ー、と、松浦大悟先生とのですね、秘密の、あの、なんか第4回一番感激なやつをですね、えー、このメンバーシップ限定で公開させていただきました。もうご覧いただいた方々もいらっしゃるみたいですけど、まだご覧になってない方はですね、ぜひご覧いただきたいと思います。LGBT の多様性を、なんかどうのこうのとか言ってる人たちが、どんなことやってきたかということがですね、まあ,あ、いろいろ、もうその先生でしか語れないことをですね、語っていただきました。 え非常に私自身も勉強になりましたあやっぱり言ってることとやってることこの人たち違うんだなということをねすごく感じました、えー、本当にメンバーシップのご登録いただいている皆さんどうもありがとうございます。 えこれからメンバーシップにご登録いただいた方もですねこの動画をご覧いただけますのでえもしよろしければですねメンバーシップのご登録をよろしくお願い申し上げます。それでは「ヒロピー」皆さんですね「ハッシュひるおピー」ってあのぜひですね Twitter 等にですね拡散していただきたい「おっひピおぴー」って何かあるなというふうに思ってたらですね全然「あのおぴー」をですね 「P とね、B をねあの、書き間違えてるこんなアナウンサ出てないぞ」とかね、なんか女子アナなんとかがとか、ええー、と、俺一人でやってんだけどなとかって思ったら、なんか昼を B とですね、昼を P をね、変換ミスしてる人がいるんですね。困ったものです。昼を P は昼オ P、昼のオピニオンです。だから、昼にはオピニオンを聞こう、昼を P ということでえ、皆さんどうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。えまた、夜もですね、今日は、面白い。 土地についてですね外国人中国の問題です中国が土地を買い漁る問題について徹底的にこれは深掘りをしておりますぜひご覧くださいありがとうございました